はい。皆様、こんにちは、こんばんは。ひろです。今日は問い合わせというか、まあ質問というか、いただいたので、それについてお話ししたいと思います。で、今日は何かと言いますとね、アメリカにはとんでもない金持ちがいると。なんでっていうかなんですね。<laughs> えー、まあ、私もそれは思いました。で、あの、い昔はそう思ってました。その、あの、お金持ちっていう、まあちょっとね、抽象的な表現ではあるんですけど、日本の お金持ちと言われる方とアメリカのお金持ちっていうのは僕はスケールが違うと思っててそのもうすごい上の方の人のことを言ってますよ今もうめっちゃ金持ちやんと言われる人たち、えー、日本だったらその億万長者っていう感じじゃないですかでもアメリカのお金持ちの方って超持ってますよね何兆円何十兆円とかなんかもうどうやってそのお金使うのっていうような資産を持たれている方がいますよね。 しかも一人二人じゃなくて複数などんだけいるかわからないんでちょっとそこの単位は言えませんけどとにかくいるんですよねすごい方がでなんでそういうものが存在するのと思うじゃないですかねそれについて、えー、お話をしてみたいと思いますもちろん私の知る範囲なのでそれ以外にも方法あるかと思うんですけどまあ一般的にどうやったらそういう何兆円という資産を持てるかっていうねということなんですけど 先に結論から言いますとおか、まず会社を起こして、その会社を売却することで、売却益を得て、お金持ちになるということです。へそれだけって思うんですけど、これはね、えー、もう少しだけ詳しく言いますね。あまり複雑に言っちゃうとあれなので、まず会社を起こすじゃないですか。まあ、ベンチャー、当然ベンチャースタートですよね。 1>, 1人2人3人まあファミリーオンという家族経営くらいからとかまあ仲間内で集まってってまあ本当に少人数だと思いますまあ1人2人5人とかそれぐらいの人数だと思いますけどまあ大体2人が多いですねアメリカねで会社を起こしてで2人でまあそんなにお金に固執せずになんとかやっていけるぐらいをなんとか捻出して回していくっていうんですねでこれみんながみんななれるわけじゃないんですけどあるタイミングでその商売が ものすすごい注目を集めるることがあるんですね例えば YouTube なんてそうですよねあれ確か2人の方でスタートした会社だったと思うんですけどものすごい人気が出て人気が出てっていうかポピュラーになってそして Google という会社がそれに目をつけて買収をして、まあ、で彼らからすると Google に会社を売るんですね。 でもう売る段階になるとものすごい資産価値というか人気がすごい高いことになって会社のバリューですよねがすごい高くなっているので非常にたくさんの、まあ、いくらか知りませんけどグ、まあ、っッら出るんでしょうけど高額な金額で会社を売ると。で彼らは会社を設立しておいてえ売るのって話なんですよね。日本人的に言うと自分で作った会社えなんでそんな簡単に手放すのってことなんですけど。 あのですね、これは会社を売ってその権利をまあ渡すんですねで自分たちはそこの技術のトップみたいな形で残るんですけど、まあ、結局その資金を得ることで今度その資金を元手にまた別の会社を起こすんですね。でそうやっていくつも会社を大きく大きくしては売って ででまた会社が大きくなるとやっぱ大変ななんでしょうねなのでその上手にハンドルできるファンをだったりとかもっと大きな例えば先ほどのグーグルみたいな会社にもう完全にお渡ししてその中の一部私たちはこのままオペレーション続けますよって言いながら多分どっかのタイミングで完全に手を引くと思うんですよ。 たくさんのお金をいただいて、そして次の自分のビジネスを始めて。でもその頃になると大変なお金をすでにも手にしてますから、それを元手にまた新たな投資をしたり、ベンチャーに投資をしたり、今度ね、投資する側に回るんですね。お金を要は出す側に回るんですよ。そして見込みのありそうなベンチャーたちにお金を出して、その配当益を得て、さらにお金が豊かになると。 それが雪だるま式に膨れ上がったのがあの何兆円という資産です。なのであのこれ実際にアメリカで「シャークタンク」という番組があるんですね、まあ、そのミリオンネアたちビリオンネアから超お金持ちの方々がこう4人ぐらい座ってでいろいろなこうチャレンジャーというか来るわけですね。 こういうことをビジネスでやりたいと思うんだけど、誰かお金出してくれませんかみたいな番組があるんです。で、当然そのお金持ちの方々って、ね、すごい言ってることがシビアで、スピードも速いんですよね。もうバン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 、いつもそうですね。<laughs> ビジネスモデルに関すること、ファイナンスに関すること、ハ廃棄金に関すること、まあ、とにかくバン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 もう厳しいかと言うんですけど、まあ、そのお金持ちの方々の一人が実際にそう言ってました。自分がどうやって今の地位を得たか。これ多分ね、なんかの 番組別の番組だったと思うんですけどなんで今,今自分はこういう風なお金持ちになっていろいろなことができるのかっていうことを喋っておられましたけどもそれは会社をやっぱり売却してその得られた売却益をもとにそれを資本にさらに次の投資をしたと次のビジネスを始めたそしてそれの繰り返しでどんどん大きくなったというふうに言ってました。 <laughs> これ以上話進められないんですけどこんなもんでいいでしょうか。なので,で日本とアメリカの違いえ別にこれはいいとか悪いじゃないですよ先に言っておきますけども大きく違うんじゃないかなと私が感じているところなんですけど、まあ、私も日本人なので日本の方、まあ、多くの方が経営者がそうだと思うんですけど会社を起こすとまずその会社を最後まで責任持ってちゃんと オーナーであり続けるそして次の後継者を見つけてその人に渡すと そして自分は引退していくということで会社をちゃんと面倒見ていくっていうプロセスがあるんじゃないかと思うんですね。まあ場合によってまあそれゆえになかなかあのリタイアができないっていう問題もあの見方を変えればあるんですけど基本的にはそうだと思います。会社を起こしたら最後まで面倒見る。なので途中で会社がこうバーンと大ヒットしたから大きな会社になったからって言って会社を その投資会社に売っちゃうとか誰かに大きな会社に身を委ねて身売りしちゃってで自分は収益を得て別の会社を起こすみたいなそういうことは多分ないですよねアメリカはそれは結構あります、まあ、あの一番最初にビジネスのアメリカの召集官っていうことでも少しお話しさせていただきましたけどやはりその会社への執着が少ないんだと思うんですねアメリカの場合っていうのが従業員自体もいつ切られるかわからない。 はっきり言っていいつクビにななるかかわらないはっっきり言って最後まで定年するまで65歳かなアメリカの場合今は65歳まで働き続けるっていうことはほぼほぼ不可能だと思います私はそういう方が多分アメリカには10%もいないと思います多分5%それぐらいの比率だと思います最後まで働き続ける勤めるっていうことはほぼ不可能かなと思っております あのな,のでなので人はどんどん動いていきますしまた出世っていうこともどんどんねこう自分のポジションを上げていく自分の、えー、能力をさらに広げていくためには転職しなきゃいけないそうなるとやっぱりね最後までいないでしょそういう文化があるので会社に対する個室っていう個室執着心かなっていうのが非常に少ないような気はしてますでそれがオーナーさんも同じでどうせ人はいなくなるよなっていうなのでなのでアメリカの考え方は会社の 柱っていうものをやっぱりこう一本筋を通すっていうんですかねでそれに共感できる方は集まってください的な感じでで、まあ、業績が悪くなってくるとそうなるとやっぱり当然解雇するとかでこうたくさんの方が一斉に解雇されちゃったりとか場合によって会社も簡単に見許されちゃったりっていうまあいい悪いではなく非常にドライですよね。えー なのでそういった、まあ、ある程度儲けた段階で会社を売るということも起きるんだと思います。であの当たり前のようにお金持ちになるために多くの資産をお金を手に入れるために会社を作るという人もいます。 で会社のバリューを上げて高い金額でと次の方投資会社とかに売ってその収益を得て自分はもっと大きなビジネスをするとそのためのステップとして会社を起こすっていう考え方もあるのでそういったえまあアメリカにはその桁違いのお金持ちがいるのはそういうことだと思います。そのの桁違いの方々は基本的にやっぱり投資をして 得たお金を回すことやっぱり考えてますので、自分でね、その何兆円というお金を手に入れて、あの、部屋でこうばらまげて、えーって遊んでる人は多分ゼロだと思います。皆さんはそのお金をもとにこう、投資をこうやってどん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 膨らましていって、まあ、それが、そうやって自分の投資したものが成長していくことに、やっぱり楽しんでおられるんじゃないかなと私は思います。 まあその部分はね私にはない部分ですのでちょっとわかりませんけどもそういうことじゃないかなと思いますどうでしょうかえー、質問に答えておりますでしょうか、えーまあ、そういうことでねアメリカの、えー、ものすごいお金持ちはこうやってできているということになりますもちろんねこれが全てではないんですが一般的にはこういう方法で皆さん超がつくお金持ちになられてます 参考になれば私も嬉しく思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Hiro、はい、でした。バイバイ。うん